ネットビスアナリスト横田修林です。今日はですね、ポケモン GO より今注目しているジェラシックワールドアライブというですね、ポケモン GO のようなもののジェラシックワールド版ですね、の中のバトルという機能について紹介したいと思います。では早速ですが、この黄緑のところを押していきます。はい、対戦相手に恐竜を倒せる前に交代させようというのがヒントだそうですね。で、これ対戦相手を検索中になりましたが、2分間の間に、検索をします。で、対戦相手が私と同じように、今この検索状態になってる。今ね、早速見つかった。はい、では早速行ってみましょう。自分の方で今出てきた、これ生物が出てくるんですけど、ここから、どれを選びますかって出てくるので、ちょっと最初は強いのから行ってもいいんですけど、2番目ぐらいから行きましょうか。はい、こちらから行ってみましょう。はい、トリケラトプスさん。飛ぶのとですね、タイプが違うものが来ましたね。では僕からですね、このようにですね、攻撃を打ってきます。おお、投げかけましたね。はい、で、僕がこのように返すわけですけど、今度次ですね、次何をするかということで、トリケラトプスは一番右のですね、くるくる回るやつっていうのがポイントで、相手ちょっと弱ってますから、420なんで、この辺で、もう相手交代した。もう分かってますね。弱いということで。強いのになってきましたね。これ僕初めて見ましたね。はい、ということで、打つ前に変わっちゃったので、そうするとね、最高の技がね、出せないんだけど、はい、これでどうでしょうか。はい、これだいぶ弱ったと思いますので、もう一回三つ目いきたいと思いますけど、はい、そのぐらいじゃダメなんだよな。はい、いけと。おー、しぶといね、171ということで、もう一回行ってみましょうか。もう一回、相手も、やられた。くそ。ということで、僕は二人目ね。本当はだから、最後の打つ前に、交代してから出した方がいいということなんでしょうけど、ちょっとムカつくので、いきなり行きます。はい、これで結構いけると思うんだけどな。いけなかった?これ自分が、相手が攻撃してるのと自分が攻撃するのは交互なんですけど、この辺の、二人目ね、倒しました。あ、これ11か、これで。マジ?これはいかんね。なんだこれ。襟巻きとかみたいなの出てきたね。これはそんな強くないと思うので、いきなりこれでいっていけるんじゃないかと思うんですけど、おお。これね、397なので、もう一回ぐらい打ったら、もう、交代した方がいいかもしれないですね。これで倒せないとなると、これで交代した方がいいんだけど、交代できるのかな?交代と。初めて僕交代しましたか。これで、危ないね。これだったら、さっき、交代する前だったから、死んでないことになるわけですね。よし。なるほどね。このタイミングで交代、うわ、強いやつが来た。強いやつが来たけど、これはもう言っとくしかないんで、ちょっと言っときますけど。はい。これでね、やられちゃうと思うんですね。やられちゃうと思うので、はい。これ出すしかないですね。はい。では、これで行きたいと思うんですけど、あれこれ、あ、さっき交代したやつか、ダメだ。はい、こっち、交代。はい、相手が元気になったぞ。まずい。これはまずい展開だ。はい、一気に行きましょう。ダメだ。勝てない。負けましたね。ということで、惜しかったですね。これ、相手はどのぐらいだったんだろうな。これ、負けちゃうとですね、何ももらえないので、悲しいだけなんですけど、バトル初めて負けたような気がするな。ということで、ここでちょっと終わります。で、このような形でバトルをね、していくことができるんですけど、これをね、今日はちょっとですね、スクショを撮りたくて今ね、動画を撮ってました。ぜひ皆さんもですね、ぜひバトルね、やってみてください。はい、ということで、ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。